インターバンク流デイトレテクニック丸一、基本は順張りでエントリーをいたしましょう。まずこれ皆様方に見ていただいているおりますチャートがドル円の時間足、デイトレを見る場合には私は基本は時間足で見るべきというふうに考えます。また私が指標として見ておりますのがボリンジャーバンドの、こちらの方が、まあ、2シグマ3シグマですね、こちらの方を表示しております。でまたセンターラインを太くしております。で逆にまあ、4シグマまでありますが、あまりその4シグマまで時間足で大きく跳ねるケースは少ないので、まあ、2シグマ3シグマを中心に見ていけばよろしいと思います。あとは大事なのはこのボリンジャーバンドのセンターラインの傾きです。で傾きがこう上昇しているとき、これは、順張りは、買いになります。で今こちらの中には出ておりませんが、もう少し前まで遡りますと、例えばそうですね、よいしょ、もう少し前かな、ごめんなさい、このようにボリンジャーバンドのセンターラインが下向きに動いているときというのは順張りが売りになります。あくまでもボリンジャーバンドのセンターラインを見ることでトレンドが上げなのか下げなのかという部分を簡単に判断することができます。で順張りで中に入るという形になりますと、やはり例えばこの中であれば日足の雲を抜いてくる、もしくはごめんなさい、時間足の雲を抜いてくるケース、もしくは直近の高値を抜いてくるケースがあると思います。特に、このところですね、年初来の高値を更新しておりますので、新値をつけてきたときに、やはり買ってくる、その順張りで、買っていくという、その直近の高値を超えたところを買っていく、このスタンスが海外勢を中心に、非常に強まっていると思います。でまた最後こちらでございますが、ボリンジャーバンド2シグマ3シグマの中でバンドウォークを仕掛けております。従いましてこの場合には下がった時の2シグマ近辺を買って3シグマ4シグマにかかるところでリグート、で上は売らずにですね、下がってきたところをもう一回買うというスタンスで回してみるのも一つの手かと思います。トレンドに乗って順張りをする、こちらの方が大事かと考えております。